アイテム番号 SCP-384JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル SCP-384JP はエリア81に収容されています。エリア81の 10km 周辺は部外者及び航空機の立ち入りを禁止してください。衛星写真など上空からの撮影は各衛星にプログラムされた偽装写真に差し替え、情報漏洩を防ぎます。SCP-384JP の移動周期前にドローン等を用いて周囲の状況を確認。オブジェクトからなるべく近接した場所に SCP-384JP の全長より最低限大きな巣を建造してください。説明、SCP-384JP は全長約38メートル。推定重量、トン。は中高有輪目ヘビアメに類似した形態と特徴を備えた巨大なヘビ型オブジェクトです。SCP-384JP は普段、自身より大きな物体、以下、巣、に巻きつき、移動周期が訪れるまで食事や睡眠、冬眠も含む、を摂取することなく、不動のまま過ごします。SCP-384JP が巻きついた巣は、オブジェクトの表皮部分と一体化し、外壁及び内壁は物理的損害や経年劣化を受け付けません。巣の内側で破壊行為を行った場合、柱などに一般的な損害が生じますが、SCP-384JP の外皮が巣と一体化することで補強の役割を果たし、巣の崩壊を防いでいます。SCP-384JP の外皮は物理的な耐久が極めて強靭であると考えられていますが、オブジェクトの外皮が巣と一体化していない隙間部分の内外壁の破壊が不可能だったことから、SCP-384JP は単純な外皮強度とは異なった未知の力を有していることが指摘されています。SCP-384JP は12年に一度脱皮を行います。SCP-384JP の脱皮行為は通常の蛇とさほど変わりありませんが、脱皮後オブジェクトは巣に強く巻きつき、その圧力で物体を破壊した後、巣と脱皮からを接触します。脱皮後の SCP-384JP は、全巣の材質に依存した外皮色や模様を有しています。脱皮における変化は外見上だけではなく、SCP-384JP の体調にも通常の脱皮には見られない変化が生じます。脱皮後の SCP-384JP は、巣の体積がそのまま反映した大きさへ成長します。より詳しく述べるなら SCP-384JP の成長は、巣がオブジェクトよりはるかに巨大だった場合、次に移動するまで巣の全長を加算した成長が12年かけて行われ、異常な巨大化を発生させます。脱皮からを接触し終えた SCP-384JP は、新たな巣を求め移動を行います。SCP-384JP が巣と定める対象は、自身より最低でも頭一つ分縦に大きな物体を対象とする傾向があります。しかし、新しい巣に自身が最低でも2周巻きつく必要があり、巣と定めた対象が縦に大きくとも、横幅が太すぎる物体は巣の対象として除外されます。SCP-384JP は自身に適した巣を定めるまで移動することが確認されており、オブジェクト近辺に巣となる標的が存在しない状況は、壊滅的な収容違反を発生させます。現在、移動時の SCP-384JP を停止させる試みは全て失敗しており、12年ごとにオブジェクト付近に巣を設置することで、移動における被害は最低限に留めています。財団は次の移動周期までに、SCP-384JP の体長よりさらに大きな巣を提供し続ける必要があり、少なくとも、年5オブジェクトの体長は、メートルを超えることが予測されています。SCP-384JP に提供できる巣の最大規模は、オブジェクトが収容されているエリア、81、周辺に存在する標高、メートルの山ですが、予算上の問題と将来的な危険性のため、年以内に SCP-384JP の成長の停止及び終了処置が捜索されています。ポイ、1、
SCP-384JP は収集員より委託されたオブジェクトの一つです。委託当初 SCP-384JP は、メイの、削除済み、に巻きついており、体長は約35メートルに達していました。収容から、か月後、SCP-384JP による脱皮及び移動が発生しましたが、事前に住民の避難と巣の建築が完了しており、オブジェクトによる被害を最小限に抑えることに成功しました。当該地区ではカバーストーリー、地震発生、を適用、目撃者及び住民には記憶処置を施しました。なお当該地域は地盤上の関係という理由を立て、住民と一般人の立ち入りを禁止し、正式にエリア、81、として機能しています。ホイ、2。収集員から SCP-384JP を委託した際、以下の文献、SCP-384JP、押収文献を参照、を押収しました。参考資料として添付します。この文献を提供した人物は、あのオロチはかつて、編集済み、地方の山に巻きついていた、と発言。この情報をもとに財団職員が独自に調査を行ったところ、15世紀初頭、隕石の衝突により災害が発生したものだと一般的に考えられていた。編集済み、地方の山岳地帯に、当時の技術では人工的に構築不可能な、キロメートルにも及ぶ蛇行と、大質量の不自然な消失が再確認されました。SCP-384JP、押収文献。サンスクミのこと、大蛇の座、ナメクジの殻、ガマの穴蔵、中略、国づくりの大物主。国崩しのオタマジャクシを糸、アギと外して丸の目ど、喉仏から抜け落ち、皆輪で縛り吊るせども、ずるりと外れるナメクジに、天つく巨体は六尺に寸縮こまり、座を追われ、大蛇逆らう術なし、哀れなり、攻略。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。